大田正弘大田正弘から1951年1月24日は、日本の内務官僚、政治家、警視総監、関東長官、台湾総督、貴族院議員、山形県出身、鶴岡藩市、弁護士、大田正道の長男として生まれる。山形中学、第一高等学校を経て、1898年7月、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。内務属となり、内務省警保局刑務課勤務となる。1899年11月、文官高等試験に合格。1900年2月、三重県事務官に就任し、さらに同県内務部第一課長を務める。1902年3月、宮崎県警察部長に就任。以後、島根県警察部長。 愛媛県警察部長、愛媛県事務官、第四部長、長崎県事務官、第四部長を歴任。1906年8月、警視庁官房主事に発令され、さらに第一部長兼消防本部長となる。1909年7月、諮問制度研究のため欧米に出張し1910年4月に帰国。1912年12月、警保局長に就任し、 1913年2月まで在任し休職した。1913年6月、福島県知事となり、以後、石川、熊本、新潟、愛知の各県知事を歴任。1924年6月、警視総監に就任し、1927年4月までこれを務めた。1926年1月29日、貴族院直選議員に直任され、 研究会に属し1947年5月に、貴族院が廃止されるまで、これを務めた。その間、1929年8月には、関東長官を、1931年1月には、第14代台湾総督に就任し1932年3月に、辞任。その後、立憲民政党総務となっている。戦後、関東長官のため公職追放となった。 ありがとうございます。